スターフィールド、続きやっています。前回は、なんかロンディニオンに行って、いろいろわちゃわちゃやってきたよね。もう覚えてないから。すげえ適当なこと言っちゃった。ロンディニオンでの調査の結果、ニューアトランティスのデラモーフの襲撃は意図的に引き起こされたかもしれないことが示唆された。だが唯一の手がかりはベイビクティスだ。彼から知っていることを聞き出そう。ロンディニオン行って、なんかテラーモーフがどうやって生まれるのかを知ったんだよね。あのちっちゃいヒートリーチが進化してテラーモーフになってたんだよね。で、それを実はベイビクティスは知ってたから、ちょっと君どうなんっていう話を聞きに行くって感じだ。OK でーす。じゃあ行きましょう。関係者以外立ち入り禁止だ。ご友人はここに残ってもらう。もう全部行っちゃったからね、ここにいること来てもらっても全然いいけどな。今更感あると思うけど。喋ろうや。これは嬉しい驚きだな。ヘイドリアンとよりによってロンディニオンへ向かったと聞いて、何か大事な情報をつかんだに違いないと思っていた。探していたものは見つかったかね。どうかな、ロンディニオンでの日々について何か言っておきたいことは？ロンディニオンには久しく行っていない。なぜだね。何か私で力になれそうなことが？探していたものは見つかったかね？とぼけてるね。あんたはニューアトランティスをタオセティの攻撃の黒幕だな。一体何を根拠にそんな馬鹿げたことを言っているんだ？ラザルスプラントを兵器化できると知っていたのは一人だけだ。それはなかなか大胆な主張だな、船長。そのような出まかせが内閣の知るところになればただでは済まないぞ。ここだけの話にしておいてもらえないだろうか。つまり攻撃については一切知らないと言いたいのか？もちろんだ。立場上私がそんなことをできるわけがないだろう。このことは誰にも言わないでおいてもらえるととてもありがたい。他の人に勘違いされてしまっては大変だ。そうだろう？いやね、録音データ残ってるしな。何をこんなとぼけてる？もう歳かな。まあもうおじいさんだしな。本当に覚えてないかもしれんな。悪いけど分かったことはキッチン内側に報告させてもらう。自白するなら今だよ。私が予想していたよりはるかに頭が切れるようだ。なら聞かせてやろう。何でしょう？私がやったんだ。ほら。テラーモーフでタウセティとニューアトランティスを攻撃した。私の仕業だ。私と仲間たちは何年にもわたって協力し、ラザルスプラントの花粉をロンディニオンの外へ散布する方法、そしてそれを合成する方法を探してきた。兵器として使うためにな。さて、それほど頭が切れるのなら、私がなぜそんなことをしたのか思い当たるはずだが。いや、ごめんなさい。頭は切れてないんです。わからないですね。誰と手を組んでいる？そのうちわかる。まずは、君が見かけ通り頭が切れる人物かどうか確かめさせてもらおう。一体なぜ私のような人間がわざわざこんな面倒なことをしたと思う？個人的な感情、危険性を示すには、これなんかな。違うか。悪く
くない考え方だ。個人的な感情かな。違う。あの攻撃は世直しだったんだ。あの植物を発見した時は譲り渡してしまおうと考えた。だが当時は戦争中だった。それにあれほど危険な情報をよからぬ者の手に渡すリスクは犯せなかった。だからロンディニオンの宇宙港の爆撃を命じ、二つの問題を一挙に解決しようとした。すなわちテラーモーフの蔓延阻止と、あの植物に秘められた力に関する知識の封印だ。多くの命を奪ったことを正当化できるほど危険内で秘密などない。そうよな。有志の人々も信じていなかったのか。当時はコロニー戦争末期だったのだ。自由公正同盟は至るところにスパイを送り込んでいた。あ、そうなんだ。私が危惧したのは、情報が漏れれば同盟はすぐにラザルスプラントの栽培を始め、テラーモーフの大軍によって我々の世界を蹂躙するのではないかということだ。まさにその瞬間、ロンディニオンで起きていたようにな。町を封印し、大勢が死ぬことを防ぐ。当時はそれが唯一の合理的な選択肢だったのだ。危険な秘密のない。今そういうのは簡単だ。そうだよね。だがその時はすでに悲惨を極めていた戦争に別の危険因子を加えるつもりはなかった。だがその後戦争が終わり、私は裁かれ処刑されることになって決断したんだ。それまでの私は全てをコロニーに捧げてきた。覚えている限りの人生をな。それで何を得た？私の遺産を、娘の遺産を守るために UC は力を尽くしてくれたか。いいな。あれだけ尽くしたのに我々は生贄にされた。だから私は知ったことを伏せたまま攻撃を仕組んだのだ。物事を正すために。そして我が娘が英雄になる。私はカイザーや研究チームを見つけ、信頼のおける助言者となり、新たな地位が確固たる影響力を持った頃を見計らってニューアトランティスへの攻撃を指示した者の名前を伝える。今は亡き親愛なるレジナルド・オーラス博士。長年にわたって私を助け、私がずっと責任を負わせるつもりだった男だ。幸いこれ以上被害者が出る前にオーラスの犯行は阻止された。何十年にもわたる逃亡生活に終止符が打たれたのだ。思いがけず登場した英雄、君によってな。結局あの人になすりつけようとしたんだね。なるほど、掃除屋が自分賢いと思い込んでるんだな。聞き覚えがある気がする。多くの命を奪いすぎてもはや思い出せないか。オーラスは君がエセリアの衛星付近で殺した男だ。ウォーロックのパイロットだよ。秘密を隠すため私が君に始末させた男だ。ありがとう、教えてくれて。自分賢いと思い込んでるんだな。いいかね、船長。君も私と同程度、あるいはもっと多くの恩恵を受けてきたのだよ。オーラスにカイザーをプログラムし直してもらったのもそれが理由だ。あの古い機械に君たちを案内させ、何年も前にあの植物を見つけた場所まで導いた。君とヘイドリアンの成功を確実なものとするために私は労を惜しまなかった。その結果を見たまえ。知っているぞ。内閣はこの件が全て片付いたら君とヘイドリアンに勲章を授与するそうじゃないか。このまま名を知られることもなく、どこぞの僻地でヴァンガードのために働くよりよっぽどマシだろう。いつかウェルに家を買う権利を得られるかもしれないと漠然とした希望を持って生きていくよりもな。なるほどな。ロンディニオンで調査している時もなんかカイザーがやたら、あのロボットね、情報してたのはもうプログラミングされてたんだ。すでにめちゃくちゃ
ちゃくちゃ準備してくれて、そのレールの上走ってたんだな、俺だって。ここで話してる方にどんな栄養がある。君たち二人がコロニーに対して示した献身に値するものだ。もちろん内閣が君たちに命令を下せるわけではないが、義理はある。それに内閣はかなりの資源を自由に使うことができる。満足できる結果を期待していいはずだ。私が関わらなければそれも起こり得なかったことだ。あんたの死に食いをした勲章で、君が勲章をもらえるのは私が舞台を整えてやったからに過ぎない。感謝するんだな。それに我々の最終目的のことも忘れてはならない。テラーモーフを排除し、ラザルスプラントに関する知識を守る。我々が起こした行動によって何千、もしかしたら何万という命が守られるのだ。私はそこにもう一人、この私の命を加えてほしいだけだ。すでにオーラスが攻撃に一役買っていたという証拠は内閣に送ってある。私の関与を伏せたままな。君たちはそのことを内閣に受け合ってくれさえすればいい。あれはオーラスが一人でやったことだとな。結局コロニー連合に対する脅威にはまだまだ対処していかなければならない。我々の善行をこれで最後にする必要はない。あんたが善行のために人殺したことを私は忘れるとでも。どんな仕事について話している。コロニー連合を脅かしている犯罪者やその他の脅威を始末する。この件が片付いたらもう少し自由に行動できるようになるはずだ。オーラスにやった時のように力を貸してもらいたい。奴らを追跡し、コロニー連合に危害を加えられないようにするのだ。攻撃を企てたのが私だということが内閣に知られれば、それも不可能となってしまうが。ああ。もしこの件を隠蔽したら、こいつからいろいろ依頼がこれからどんどん受けれるって感じなのかな。犯罪者を始末してほしいみたいな。めちゃくちゃ笑顔だね。なんだか善行のために人殺したことを私は忘れるとでも。で、君は今の地位を得るために何人殺した。偉大な仕事には犠牲がつきものなんだ、船長。戦争に勝つにも、列車のトンネルを掘るにも犠牲は出る。数十人の命と引き換えに何百万もの人々を守ったんだ。私には公平な犠牲のように思えるが、君が同じように考え、今後は私の名前を出さない。この話を楽しんでもらえるといい。内閣に報告したら、おそらくあんたにとって最後の会話になるだろう。それは残念だ、船長。だが私は交渉できる立場にない。とはいえ、我々が敵対する必要もない。私が与えた機会について考えてくれ。近い将来、さらに与えることもできる。君が正しい行動を取ればな。めちゃくちゃ俺に説得してきたな。どうか助けてって。おーい、何？君たち。完璧なタイミングね。ちょうど着いたわ。こっちはいい報告があるわ。微生物とアセレスは両方ともヒートリーチにもテラモーフにも有効みたい。つまりどちらの手法を使ってもあの生き物を一掃できるということだ。ラザルスプラントの威力を考えればそれほど時間をかけずに始末できるでしょう。作業を迅速にするためもう内閣に情報を送っておいたわ。そっちはどう？何か分かった？父はラザルスプラントについて何か話した？ここで嘘ついたら隠蔽ルートなんだな。まあまあまあ、
もともとこいつから始まった物語だしな。こっち側につけましょうよ。自白した。檻の中から攻撃を指揮したようだ。やっぱりね、あの録音を聞いた時点で分かってた。どうして？動機は何なの？お目を晴らしたかったと言っていた。英雄にしたかったんだろう。自分よりもサノンの名前を傷つけられたと感じるだなんて、なかなかひねくれてるわね。つまりロンディニオンを失った時と同じようにニューアトランティスへの攻撃もベイビクティスの仕業だったっていうの？信じられない。結局全ては一家の汚名を注ぐためだった。そんなのうまくいくはずがないわ。まあ内閣に報告さえすればもう二度とこんなことが起こらないようにしてくれるはず。罰を受けて当然だ。それに犠牲者たちの仇を討たないと。じゃあ結論は出たみたいね。あとはもう内閣の意見を確認するだけよ。もう話しておきたいことはない？テラーモーフの件が閣議決定される前に話し合うにはこれが最後の機会かもしれないわ。ほう。なあ、どっちにすべきだと思う？異星術を使えば一気に始末できるはずだ。ラザルスプラントが再び使用される恐れがあるならこの方法がいいだろう。ラザルスプラントは内閣が確保してくれる。そうすれば何の心配もなく微生物を扱えるはずよ。いくらなんでも心配しすぎだ。科学は知っているだろう。安全にやれるに決まっている。科学なら知ってるわ。数学もね。その上で言うけど、突然変異率100万分の1っていうのはゼロじゃないの。まだ議論の余地はあるよね。ひとまず内閣の意見を聞いてどちらがいいか確認した方が良さそうね。微生物がいいけどちょっと怖いよねって話もあんのか。アセレスの方がいいのかな。世界を一掃する方法についてだが、どちらもヒートリーチに対して有効なのか。そうよ。ヒートリーチの生態構造に合わせ微生物を調整する必要があった。一方アセレスは毛布よりもさらにリーチの追跡が得意みたい。捕獲の光景は地獄絵図だがな。まるでエアロックがイカれるスパゲッティを丸飲みしているみたいだ。アセレスを呼び戻すことにはどんなリスクがある？アセレスは人間を襲ったりはしないけど巨大な生き物よ。ちょっかいを出せばひどい結果を招くわ。でも UC がアセレスを家畜化した頃にはもうその生息域はかなりの範囲に広がってた。だからアセレスを新たに持ち込むリスクは最小限で済む。でもテラーモーフとリーチの駆除に使うとなると最近のように効率的な手段とは言えないわね。ラザルスプラントについて分かってることを考慮すると問題となるのは作業スピードね。でもアセレスを使うのであれば対処が必要なのは基地のリスクだけで済む。はあ、どっちがいいんだ。わかんねえ。ベイビクティスが攻撃に関与したと知ったら内閣はどうすると思う？難しい質問ね。父と違って内閣は殺戮者じゃない。でも UC 市民を殺すことはどれほどの功績を打ち立ててきたとしても許されることではないわ。でもそんなに引っかかるなら寛大な処分を願い出ることはできると思う。命だけは助けてくれるかも。なるほどね。この人は何を発見したのか早く聞きたい。どこにないんだ。まあ話すことはもうないよな。出発する前、もう行きましょう。じゃあ行くわよ。
お帰りなさい。こんな形での再会じゃなければもっと良かったんだけど。だけどヘイドリアンの報告書やたった今受け取ったこの報告書を読む限り、ニューアトランティスのテラモーフ攻撃は無作為ではなく計画的なものだったみたいだけど、ここに書かれてることは真実なの？ああ、でも心配いらない、犯人を見つけた。二つ目の報告は例の人物からの報告か。まあもう言うか、ストレートに。二つ目の報告書にも犯人の名前が書かれている。本当にレジナルド・オーラスが攻撃を計画したの？オーラス？一部は真実だ。オーラスの関わりはしたが、攻撃を計画したのはベイ・ビクティスだ。全て真実です。この耳で録音を聞きました。私の父がテラーモーフを兵器として使う方法を見つけたんです。なんだと？そんなありえない。サノンにはそんな手段が。独自に入手したようだな、サーキン治安省。大統領だから言ったでしょう。あの男を放っておくといつか悲劇が起こると。もういい。この情報は最高レベルの国家機密だということを全員が肝に銘じておいて、この部屋を出たら絶対に口外しないこと。ところで、あなたがさっき言ったことだけど、言いがかりじゃない。フランソワ・サノンは20年近くにもわたって拘束されているのよ。何か証拠はあるの？レコードの断片を再生。なんと変身した。テラーモーフが現れた。見えない兵器が全惑星の脅威となりうる。まさか本当にあの人なの？この声はフランソワの声に違いない。こうなることを知っていて黙っていたのね。あの男はソシオパスですから。録音を回収して。了解しました。よろしいですか、船長。なぜこのような事態になったのか、はい、もちろん徹底的に調べ上げるよ。提督に録音を突きつけさえすれば、この件に関して知っていることを洗いざらい話すでしょう。野心外相、尋問官を一人派遣して提督と少し話をしてもらえる？直ちに手配します。そうして、あなたは他にも様々なことを突き止めてくれた。コロニー連合としては感謝の言葉もない。私たちはベイビクティスにもっと早く対処しなかったことでコロニーの人々を裏切ってしまった。その過ちを直ちに是正するつもりよ。何かが正しいと思うことなら好きにするといい。遅すぎたくらいよ。さあ、敵の仮面が剥がれた今、別の問題に取り掛かれるわ。手がかりをより集めてくれたラザルス・プラントや例の攻撃にヒートリーチまで、あなたたちのおかげできっと数千もの命が救われた。とはいえ、今後こんなことが二度と起こらないように阻止できるかどうかは内閣次第よ。そのため内閣はロンディニオンでラザルス・プラントを確保することになる。誰にもあの植物の正体を知られないように、情報は全て機密扱いにするわ。賢明な判断かと、大統領。どんな手段を使ってラザルス・プラントを守る？幸いロンディニオンは潜在的に敵意を持っているから、侵入者を排除するのは比較的簡単よ。だけどその成長は確実に防がないといけない。あの植物へのアクセスは高セキュリティの認証制にして、ロンディニオンの兵力もしっかり増強しておく。なんもう根絶やしにすべきなんじゃないの？すでにある生物種を撲滅しようという議論をしているのよ。さらに他の種を撲滅しないといけない理由を説明して。あの植物の痕跡を消してしまえば誰もあれを使って攻撃できなくなる。
それは部分的な解決策にしかならない。取り組みには自由公正同盟も参加させて、可能な限り透明性を保つべきよ。ベイ・ビクティスを始末した今、この問題は解決ということか。そしてもっと重要な任務に集中できるようになる。いいわ。植物を駆除しましょう。提案してくれてありがとう、船長。うっす。それじゃ最後の議題に移るわ。人間界に存在しているテラーモーフに加えて、ヒートリーチにも対処するという計画の実施が閣議決定されたわ。すでに UC のすべての港と入植地で未発見の巣がないか調査が開始されている。全面的な解決策じゃないことは誰もが承知しているけど、このプロジェクトは長く困難なものになる。まずはどのように進めていくか審議するところから始めないといけない。大統領、この微生物はあまりに危険すぎます。アセレスを使った方が安全かと。生物学の知識が乏しい人にとってはそうかもしれないわね。大統領、この微生物に関する技術は科学的に解明されています。危険ではありません。人類を守るには微生物でテラーモーフを一掃するのが最短の道なのです。素早く成果を出す者は常に最良の結果を生む。そうだろう。ご覧の通り、閣内ではまだ議論が続いている。あなたたちが提言してくれると助かるんだけど。少佐、私たちも似たような議論をしてきましたので。ですが、船長の意見を聞かなければ。船長、あなたの専門分野ではないでしょうけど、考えを聞かせてもらえる？そんな専門分野じゃないのよ。俺に聞くかね。どうなんだろうな。最短、アセレスでいい気がすんだけどね。こっちで。全面的に賛成だ。予測不可能な技術を掘り下げる必要はない。しっかり統制できればいいけど。もちろんそのつもりだ。静粛に。サノン少佐は？ウォーカー博士、この意見は受け入れられる？船長の判断を信じます。なら決定ね。直ちに手続きを開始する。本日をもってコロニー連合のテラーモーフ管理部門が設立された。あなたたちを創設メンバーとしてね。内閣は当然あなたたちに対して感謝の意を表明するつもりだった。今日新たに3名のクラス1がメンバーに加わることになる。クラス 1？ 我々3人が？冗談だろ。彼はありがとうございますと言いたいんだと思います。ああ、確かにありがとうございます。クラス1とは？これはコロニー連合に人生を捧げたか、あるいは偉大な功績を残した者に与えられる称号よ。クラス1は多額のクレジットを支給され、コロニー製品の追加割引まで享受できる。それにペントハウス、かなり豪華だという話ね。ありがとう。当然の待遇よ。さあ忙しくなるわ。サノン少佐、ウォーカー博士、引き続き協力して火星の TMD の指揮を取ってくれる？光栄です。船長に関しては TMD のための地上支援の大部分をヴァンガードが行うことになる。ヴァンガードおよび TMD のメンバーとして両方の職務をこなしてくれると信じているわ。司令官と話して、確かトゥアラの担当だったわね。今後の任務は彼が与えてくれる。それにクラス1の特典を受ける手助けもしてくれるはずよ。コロニー連合の代表として心から感謝するわ。会議はここまでよ。よっしゃ。これで
あれか、トゥーラ司令の話すんか。てかあれだな、毎回さらっとうまくいかんな。ちょっと今すぐにでも微生物の方にしてくんねえかな、案を。それだったらサラも横持ってくれるのかな。少なくともあいつが誰かを苦しめることはもうなくなった。よく突き止めてくれた船長。ちなみにこれでもう処分されてんのかな。もういないの？開けれる？開けれねえか。開けれる。こんな豪華な家に住んで。奥に何かあるわけではないんだな。うん、 UC の未来。忠実なコロニー連合の犬目、これを読んでるということはようやく内閣が私を排除する気概を見せたということだ。いいだろう。元いた吐き溜めに今すぐ戻りたいわけではないが、私はむしろ運がいいのかもしれない。何しろ奴らは初めて度胸があることを証明したんだからな。これがいい兆しであることを切に願うばかりだ。そうでなければお前と勇士はおしまいだ。周りを見渡してみろ。バルーン家が大使館を閉鎖し、不明な理由で古巣に撤収しただろう。自由公正同盟設立されてから、最も強い地位についているだろう。雲行きが怪しいぞ、子犬め。この内閣が無事に切り抜けられるとでも思うのか。自分の宇宙港をヒートリー氏から守ることすら叶わなかったのに。バルーン家が全力を結集して戻ってきたらどうするつもりだ。大はわざと自分の大使館の扉に鍵かけているではないか。奴らが復活した暁の姿は血に植えた革命家以外に何がある。それから自由公正同盟を見たまえ、勇士が戦争中に降伏し、困難だが必要不可欠な決断を下す能力がなかったせいで、同盟は人類史上初めて覇権を握っている。奴らはまさに主要だ。摘出されるどころか、日ごとに成長を許されている。勇士が初めて度胸を覚えた今、手遅れとなる前にまともな対策を講じて強力になりすぎた同盟を建設するかもしれない。まあ無理だろうが。いいか犬、内閣は間違いなく古いやり方に逆戻りするだろう。臆病だから、難しい決断から逃げるから。だがその頃私は党に退散しているだろう。そして報いを受ける羽目になるのはお前だ。はてさて、運がいいのはどちらの方だ。これ逃げたんか。めちゃくちゃ犬呼ばわりされた。もう怒りながら書いたんだろうな。どうも。いやーすごい。こんなことは初めてだ。タイの中からクラスワン市民が出るとはな。おめでとう。司令官より上でしょ。敬語使えよ。声だ。礼ならいい。すべて君がやり遂げたことだ。すでにクラスワンの特典の手続きを始めている。 UC の全商品とサービスにコロニー防衛報奨の割引が適用されているはずだ。そしてクレジットの振り込みも終わった。だがペントハウスに入るにはアフェリオン不動産の事務所に行かなくてはならない。彼らが入室権限を与えてくれる。わ、いっぱいもらえるね。
気前がいいんだな。君にどれほど感謝しているか、お偉方がどうしても伝えたいんだろう。だが全て片付いたのなら、新しい任務を与えないとな。標準的な任務もあるぞ。パイロットとしての腕を生かして UC の宇宙を防衛するんだ。もしくは TMD のテラーモフ駆除に手を貸すのもいい。ああ、それからウォーカー博士に要請を受けている。迫り来る新たなエイリアンの脅威を監視するために生物のサンプルを集めてほしいそうだ。興味を惹かれる任務はないか？うん。今終えた司令官。ヴァンガード任務やりたい。うん、そうだな。あ？パーシバルと話す。他には？ヴァンガードの宇宙に。ティラも戦う準備はできている。虫どもを仕留められるんだな。なら情報を共有しよう。ログを。よし、この座標で最初の標的にたどり着けるはずだ。どうかしたか？UC の中域に興味はあるか？よし、詳細。任務は進行。現地に向かい、これ以上の被害が出る前に、このテラーモーフの任務に制約は一切ない。今送ろう。もうこれからはこういうサブクエで小金稼ぎできるよみたいな、そんな感じなんかな。不動産行って家もらえますか。おーい、これはコロニー連合のクラスワンになった人じゃない。ニューアトランティスじゃもうかなりの有名人よ。実はお偉いさんたちもあなた、マーキュリータワー最上階のプレミアペント、どう？興味ある。よかった、きっと気に入るわよ。よし、これで準備完了。あなたの新居は居住区のマーキュリータワーにある。絶対に気に入る。オーナーになったからには。まっ、よっしゃ。よかった、ウェルとかいうスラム街でいい買わなくて。ただで家もらっちゃった。ここの？ペントースの鍵、ここか。わー、すごいね。こんなとこ住めちゃうんだ。なんもないね。これもう自分で自由に置けるっちゅう話かな、多分な。かあ、ハウジングはな。ここに寝室とかベッドとか置きてえな。あ、洗濯機。なるほど、これいただきましたか。あ、これで建設。あ、あ、ミッションボードとか。これは沼ですよ。
沼だし、結構素材とかもここでめっちゃいるんだな。これだけ貼っとこう。火星のミッションでもらったやつ、こうだけな。ここさ、両親に住んでもらうことはできるね。ここに引っ越してもらえばね、最高じゃんね。てか両親に会いに行こう。ちょうど居住区だし。久々に帰ってきたよ、お父さんお母さん。おーい、今夜何か見たいものはあるかい？砂の沈黙がやってるわ。それはいつかは見たいが、もっと軽くて陽気なのがいいな。ねえ、私は提案したわよ、次はあなたの番。そうだな、例えばマズランドミーとかどうだ？子供向けの映画じゃない。なんだよ、あの小さな明日は笑えるだろう。それにその可愛いし面白いし。あなたには驚かされてばかりね。俺は一生分の本やビデオを楽しむので忙しいから心配しなくていい。アキュラシティの銀行強盗、SSNN で見たぞ。あ、見た。お前が解決したのか？そうに決まってるでしょ。私は誇らしいわ、うちの子がニュースになるなんて。驚いたな、銀行強盗を相手にしたのか。なんとか説得したよ。昔から口が達者だったもんな。ニュースを見た時リンダと話したんだけどね、廊下の向こうのミセス・ミンヨ、あの人は信じてくれなかったの。みんなデタラメだと思ってるんだ。今度ポーカーをやるとき、お前にコンステレーションの制服を着て登場してもらいたいくらいだよ。成功したおかげで自慢できる権利与えられて嬉しい。年寄りの生きがいは子供や。でも次からはパパが心臓発作。知らせがあるぞ。何ですか？パパはクリスマスの子供みたいにワクワクしてたのよ。とにかくカードゲームのことは知ってるだろう。俺が何年もやってる。どれ？ポーカーナイト。知らねえ。ポーカーナイト何かあったんだな。違いない、まさに一世一代の勝負だった。相手はフォーカードだった。しかも、あ、なんか言ってる。ああ、サイレント。最高の瞬間だ。やっと勝った、大勝だ。人生最高の勝ちだな。素晴らしい。だがまだ続きがある。その勝ちで宇宙船を手に入れた。本物だぞ。マジ？本当よ、港まで行って見てきたんだから。けど俺じゃ飛ばせない。せっかくの船をどうしようかと悩んでたんだ。そこで思いついた、お前だ。それはとても素晴らしい贈り物だ。すごい。その表情を見られただけで十分だ。書類は全部片付いてる。使うか売るか好きにしてくれて構わない。お前がこれまでにしてくれた仕送りへの礼のつもりだ。お父さん、あえて嬉しい。ちゃんと食べてるか？ほら、ずっと船にいるとろくなものを食べられないこともあるだろう。パパのナチョスほど美味しくないけどなんとかなる。おじいちゃんのレストランを覚えてるか？あそこの料理は銀河一だ。サービスは褒められたもん。
彼の料理は最高だった。ボロい店の方が料理は全部おじいちゃんに教わった。俺の大学勤めにも反対してた。レストランに興味を持ってたのは俺だけだったからな。でも随分経ってから大切なものを譲ってくれたんだ。ミートローフのレシピだよ。頼むから今夜はミートローフを作ると言ってくれ。いや、もっといいものだ。これまでに教えた料理をお前が覚えてるかわからないが、そろそろこのレシピを引き継ぐ時だ。だけどおじいちゃんのミートローフのレシピは絶対他人に教え、もしよその誰かに教え。誓います。頼んだぞ。どんな肉でも大丈夫だ。パサパサだ。みっともないとこを見せ。予定は？ちゃんとした本物。母さんには今じゃ前にけど帰ってきてくれて嬉しいよ。会長の会えて嬉しいぞ。もうないかな。元気にやってるか。元気だよパパ。実際のとこ最高の気分だ。羨ましいよ本当に。お前の冒険は本当に母さんは心配してるよ。そんな危険な目。それだけの価値があるといいが。議論の余地は。お前より多少長く生きてるが、俺にとってはお前と家族にとって何が一番か。まあ俺にとっては。ありがとう。いつでも頼ってくれ。帰ってきてくれてくれ。好きなだけいていいんだぞ。ポーカーパーティーのみんな気をつけるんだぞ。終わったか。お母さんは？ちょうどあなたのことを考え、あなたはひいおばあちゃんに会ったことないけど、うちの家系、ひいおばあちゃんは若くして家を出たの。家です。すごいね。そりゃあなたの方が詳しいわよね。ひいおばあちゃんにはほんの数回会うたびに算数の特訓をさせ、全部正解してボーナス問題。あんなに強い。きっと好きになったと思う。なぜかはわからない。それでね、倉庫を調べていたときに、ひいおばあちゃんの古いアーマーを見つけた。ひいおばあちゃんの古いアーマー。あなたに使ってほしいと思うの。あなたたちは、あなたは自分の道を切り開いて。大切に使わせてもらうよ。ぜひそうして。もういいでしょ。何か用があるの？話せてよかった。本当よ。もうこれで終わりか。いつ来てくれてもいいのよ。いいね。本当にいつだって。よかった。寄っといてよかったわ。何もらった？グラングランの宇宙ヘルメット。センサーアレイ。ケット付き。まあさすがにな。これが強すぎるからな。おばあちゃんのいらんかもな。いやでも あんまついてないだけで物理防御力とか結構優秀ではあるのかな。船をもらったって言いだけど。ん？なんだ？ミートリーチが一体何になるって？テラーモーフ、巨大な甲羅をまとった戦士だ。そのための新たなスキャンプロトコルだ。監視を行い、決してヒートリーチをこの町に入れてはならない。いいな？わかりました。よし、それでは開始する。いいね、ちゃんと反映されてんだ。こんにちは。いや、下ろしたい積み荷はあるか？貿易管理局はいつ？ああ、も船をもらいましたよね。これか？ワンダーベル。どうなんだ、優秀なんか。
と、あ、貨物容量がめちゃくちゃあるな。めっちゃいいじゃん。わあ、お父さんありがとう。これ設定しようよ、母船に。これか。結構いいね。お父さん。中もどんな感じか。オンボロ宇宙船を飛ばしましょう。なんてこと言うんだよ。オンボロじゃねえだろうが。それなのね。まあちょっと狭めではあるか、一直線の。コックピットかっこいいなぁ。いいね。あれはこうか。いや、何が一番いいって、やっぱ880よ。こんな最高なことないでしょ。よし、今回はこの辺で終わろうかな。ほぼほぼお話メインだったけど、これでようやくコロニー連合の勢力ミッションが終わりましたね。だいたい10話ぐらいやったんかな。で、次回はどうしようね。正直あんま考えてないから、まあ次やるときに、まあ適当にやると思います。まあそんな感じで。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。